人気のあるガソリン、ハイブリッド、プラグインハイブリッドのコンパクト SUV にはトヨタラブ4が含まれます。2025年頃が平均的なミッドサイクルアップグレードの時期です。過去のモデルと現在のトレンドに基づいて2025年のトヨタラブ4にはこれらの機能と仕様が搭載される可能性があります。2025年モデルのラブ4はバンパー、ヘッドライト、グリルが再設計されているかもしれません。トヨタはラブ4を強い曲線とホイールアーチでタフに仕上げました。より良いデイタイムランニングライトと LED マトリックスヘッドライトが登場します。更新版は頻繁により大きいまたはより豪華なホイールを装備しています。トヨタは頻繁に外装色を変更するので2025年には新しい色が登場するかもしれません。新しい自動車用インフォテインメントシステムはより優れています。2025年モデルのトヨタラブ4は 12.3 インチのタッチスクリーン搭載のトヨタオーディオマルチメディアシステム、改良されたユーザーインターフェース、そして2023年モデルのトヨタカローラのような向上した接続性を備える可能性があります。2025年の上位モデルのラブ4にはカスタマイズ可能なドライバー表示を備えたデジタルインストゥルメントクラスターが搭載されます。乗客の快適さのためにトヨタは上級グレードに高級素材を追加するかもしれません。 SOF テクスまたはレザーは LE、XLE、リミテッドをカバーする場合があります。以前のラブ4と同様に十分な乗客及び貨物容量を期待してください。2025年モデルは5人乗りで後部座席を倒して荷物を積むことができます。2025年モデルのトヨタラブ4の標準エンジンはおそらく203馬力の 2.5 リッター4気筒になるでしょう。このエンジンは現在のラブ4において信頼性が高く燃費も良好です。トヨタラブ4ハイブリッドはその性能と効率性で称賛されています。2025年モデルのラブ4ハイブリッドには 2.5 リッター4気筒エンジンと電動モーターが搭載され219馬力と 4041mpg を提供する可能性があります。トヨタラブ4プライムプラグインハイブリッドは302馬力で航続距離は42マイルです。この燃費効率が良く高性能なオプションは2025年に改善されるかもしれません。TRD オフロードやその他の過酷なトヨタ車には四輪駆動が引き続き搭載されます。 AWD はガソリン車とハイブリッド車の天候処理能力を向上させます。スキッドプレート、改良されたサスペンション、そしてオフロードタイヤがラブ 4TRD オフロードを強化します。2025年にはより高い地上高やオフロード走行が可能になるかもしれません。仕様や駆動系によってガソリンラブ4は複合で 28-30mpg を記録します。ハイブリッドは 40-41mpg の複合効率を維持するはずです。プラグインハイブリッドはバッテリーが切れた後も40マイルの電動走行範囲とガソリンと電気を併用した場合の 38mpg の燃費を維持するかもしれません。 Thanks for watching.